こんにちは。お元気ですか都市伝説アーバンレジェンドのイブセです。いやー、あの、都市伝説とかね、ニュースとか、国際ニュースとかね、取り上げてると、YouTube でね、バンされちゃうんですよね。YouTube の審査、本当に今厳しくなってますね。えもう何も言えない感じになっていますよ。これを言論統制って言うんじゃないでしょうかね。本当に、まあまあ民間がやってることですからね、なんて言えばいいんでしょうかね。 あのー、またね、寒い日が続いてますけれども、皆さんどうですか風邪ひいてませんかあのね、えー、東京じゃまだね、雪が降っちゃったりなんかしてるみたいですけれどもね、どうでしょうか 私ね、沖縄住んでるんですけどもね、沖縄は暖かいんですけれども、まあね、最低気温でもね、10度ぐらいかな、今日なんかはね。最高気温20度になっちゃったりなんかしてね、すごいですよね、昨日なんかそんな感じでしたけどね。あの、でもね、沖縄の人ね、よく風邪ひきます。 びっくりするぐらいよく風邪ひきますね。あの、ていうのもね、昼間あったかいんですよ。昼間あったかいんでね、半袖半ズボンでね、こう、もう裸足でスリッパ、サンダルかなんかで歩いてるわけですよ。で、そのまんま夜になっちゃうんです。冬、やっぱりね、夜はね、沖縄、やっぱり寒いです。 寒いんで、みんなそれで風邪をひいちゃうわけですよ、えー。私なんかもうね、寒さに弱いから、もうちょっと寒いなと思ったら、もうすぐもう厚着してね、セーターなんか着込んで、外に出ますから、あのー、あんまり風邪ひかない。まず風邪ひいてないですね。えー、去年も風邪ひかなかったしね、今年も全然ひいてないですけれどもね。えー、皆さん風邪気をつけてください。あとね、ちょっとね、喉が痛いなってちょっと思ったらね、大根おろしですよ。 大根おろし、汁まで一緒に飲んでください。食べてください。大根おろし作ってね。あの、一発で治りますから、ぜひぜひね、やっていただければと思います。えー、今回はね、えー、このテーマでお送りしたいと思います。英雄の時代だよっていう。今ね、英雄の時代なんですよ。 それをね、えー、自覚していただければと思うんですけどね、えー。で、最後にね、幸せなお金持ちになるための沖縄仮眠中おばばの教えもお届けしますんで、ぜひ皆さん、幸せな金持ちになってくださいね。不幸な金持ちになっちゃいけません。金を持ったからといってね、えー、金を持つとね、人間の本性が出ていくんですよ。 ですから、傲慢な人はもっと傲慢になっちゃうし、意地汚い人はもっと意地気なくなってなっていきます。お金を持つとそうなっちゃうんですよね。ですから、人格を高めて、お金を、お金持ちになっていけば、間違いなく幸せになりますから。幸せなお,お金持ちにね、ぜひなっていただければと思います。えー、それでは早速、行ってみましょうねー。 えー、今回はですね、ちょっと雑談のようにね、えー、おしゃべりしていきたいと思いますんでね、えー、沖縄の海、ね、砂浜、空、夜空なんかをね、えー、見ながらちょっと私の話をね、聞いていただければと思います。えー、雑談のようにね、今日はしたいなと思ってるんですけれども、えー、まずね、気になるのはやっぱりね、 最近、その、有名人がどんどんなくなってるじゃないですか。タラコちゃんが亡くなりました。びっくりしました。あとね、あの、ドラゴンボールの鳥明さん、先生、鳥居先生、行っちゃいましたね。びっくりですね。でね、ちょっと考えていただきたいんですけど、去年もすんごく有名人亡くなったじゃないですか。いっぱいいっぱい亡くなりました。だけどね、 政治家がなくなったっていうニュースありませんよね。どう思います政治家が亡くならないんです。政治家は元気いいんですね。ええー、びっくりですよね。なんで亡くならないんでしょうおかしくないまあ、都市伝説みたいな話なんですけどね。まあ、これ YouTube で詳しく言っちゃうとまたバンされちゃうんですけれども、あれですよ。あれを打ってないんですよ。 政治家たちは国民に打て打て言うといてね、自分たちは打ってないっていうね、絶対そうだと私は思うんですけどね、あくまでも都市伝説、信じるか信じないかはあなた次第でございます。でね、えー、今回ね、英雄の時代というね、そういうあのタイトルつけたんですけれども、 時代ってどん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 変わるじゃないですか。あの今ね、あの安倍沙夫の主役のテレビドラマやってますよね。不適切にも程があるっていうあのドラマありますよね。昭和の時代と今の時代全然違いますよね。時代が違う。今はそういう時代じゃないんだっていうのはさ、何をもって言うんでしょうね。時代はどうやって変わるんでしょうね。 そこら辺ちょっと考えていただきたいんですよ。時代というのは何が変わるから時代が変わるんでしょうか。ちょっと考えていただきたいんですよ。これね、井伏が、井伏の持論ですよ。人々の意識が変わるってことだと思うんですよ。まあね、例えば昔ね、あの25歳の女性は売れ残ったクリスマスケーキって言われてたんですよ。 ですから24歳までに女性たちはみんな結婚しなきゃいけないよみたいなそういう風潮がありました。ね。だけど今じゃもう30代40代で初婚当たり前の時代になりましたよね。それって人々の意識がそういうふうに変わったってことじゃないですか。 ねあの30過ぎてたって全然平気っていうまあもちろんね理由はいろいろあると思うんですよあの女性がね社会進出してバリバリ働くようになっちゃったからうん結婚がねできなくなっちゃうみたいなね結婚なんかどうでもいいっていうもっと違う価値観をね、えー、持つようになったっていう。 そういう人々の意識が変わることで時代ってどんどん変わると思うんですよね。あの不適切にも程があるでもねセクハラの発言ってあるじゃないですか。女性に結婚まだなのなんて言うともうこれセクハラになるらしいですよね。職場でそんなこと言ったらね。あのー、でだけどですよ昭和の時代は平気で言ってましたよね。結婚まだなのとかあと女子社員のさ あの、お尻ちょっと触るなんてことは平気でみんなやってましたよね。信じられないかもしれんけどね。あれもね、いろいろセクハラとかって言われたりとか法律とか制度が変わることで、人々の意識がどん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 変わっていくわけですよ。あの、タバコもそうですよね。あの、昔はオフィスでバンバン吸ってましたよね。 吸ってましたよ。もう朝行くとみんなまずはタバコ一服みたいな感じで、オフィスの中、もう煙で猛猛でしたよ。あと、バーとかね、飲み屋さんなんか行くとそう、飲み屋でもみんなタバコを吸うもんだから、もう悶々としてましたよねで。飲み屋から出てくるとスーツにタバコの匂いがついちゃうみたいなね、そんな感じのお店いっぱいありましたよ。 今じゃ全然ないですよね。あれも人々の意識が変わったっていうことじゃないでしょうか。まあそういう、うん、法律とか制度が変わることで人々の意識が変わっていきますよね。あとスマホとかネット、まあそういうツールが、いろんなツールができることで人々の意識が変わるということもあると思うんですよね。まあそんな風にね、あの、人々の意識が変わることで時代がどん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 変わっていきます。 で、今私あの、英雄の時代って言ったのは、あの、インターネット、ネット上でね、情報がどん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 出てくるようになりました。風の時代は情報の時代って言われるぐらい、今もう情報ですよね。いろんな情報が出てきます。ネット上で。えー、ですから、まあ、要は、ニュースであって、 テレビのニュースなんかでは流れないような情報がネットで手に入るわけですよ。裏情報が、暴露ですよ、言うたらね。もう政治家の暴露、官僚たちの暴露、裁判所の暴露、あと芸能人たちの暴露、いろんな暴露がいっぱいいっぱい出てくるようになって、えぇ、ー、そんな悪いやつがいるのかってなるじゃないですか。悪いやつがどん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 あぶり出されると、 今度はヒーローが出てくるわけですよ。悪いやつをぶっ潰せっていう。だってね、そういう、どういうんですか、この、いろんな暴露情報とか聞くとさ、腹立つでしょ腹立つじゃないですか。まあ,あの、要は怒りの感情ですよ。怒りの感情っていうのは、ネガティブな感情です。ネガティブな感情ですけれども、あの、プラス面もあるんですよ。 怒りの感情を燃え上がらせることで、あのー、悪を叩くというね、そういうプラス面があるじゃないですか。要は、英雄が生まれる時代だっていうことなんですよ。ええー。私たちは今、公正や公平、正義っていうものを求める時代に今来てるんじゃないでしょうか。いや、もちろんね、正義を振りかざして、それを人に押し付けるっていうのはもうこれ、暴力ですから。 正論でね、人を傷つけるっていう人もいますけどね、えー、それって常識でしょとかねお前常識もないのかみたいな感じで、常識とか正論とか正義を振りかざして、ね、どういうんですかね、相手を責めるっていう、まあ、そういうのもダメですけど、でも私たち怒りを持ってね、 あのガンガン悪を責めるっていうそういう時代になってきてるんじゃないでしょうか、まあ、ただ怒りという感情はもう跳ね返ってきて自分を傷つけたりなんかしますあと悪を懲らしめようと思うと自分も悪になってしまう可能性がありますですよね法律を破らなきゃいけないような、えーね、面も出てきますから悪をやっつけるっていうこの怒りの感情は実は危険なんですよ 危険ですけれども立ち上がるエネルギーにはなります英雄を生み出すエネルギーにもなりますから怒りっていうのはそういうプラスの面もあるっていうことですよねでねそういう感じでいろんな暴露情報いろんな裏事情まあそれが真実だったんだっていうのがいっぱい出てきますよねでね本当の悪って一体何なんだろうって考えた時に まあ、イブせが考える絶対に許,許されない悪人、ワースト3を考えてみました。絶対に許せない。こういうやつらは本当悪だよねっていうのは、あのー、あると思うんですよ。えー、イブセが考えるワースト3はですね、まず一番の悪は戦争ですよ。戦争でお金儲けしてる連中がいるじゃないですか。金儲けのために戦争を起こす。 まあ内紛とか革命なんかもそうですよね。あの、国と国との戦争だけじゃなくて、内紛ですよ。あの、国の中に一つの国、この国ぶっ潰すっていう連中もいるわけですよ、えー。庶民を煽って、民衆を煽って革命にね、駆り立てて、で、内紛を起こさせるっていう人たちもいるじゃないですか。あれは本当に悪だと思いますね。ええー、多くの犠牲者が出ますからね。 本当、戦争を起こすために裏で画策している連中、これは本当に悪だと思いますね。そういうのが暴露情報でね、どんどん出てきたときに、私たちは怒りを持ちますよね。立ち上がろうって思いますよね。ね、それ英雄なんですよ。これからそういう英雄、正義をこの旗をね、掲げるそういう英雄がね、どん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 出てくると思いますよ。 実際日本でもね、あ,のあれですよ、あれ、打っちゃだめよっていう風にね、あの危険性を訴えるお医者さんとかいっぱい出てきたじゃないですか。ね、あの京都大学の,あの宮沢先生なんかもね、本当、英雄だと私は思いますけどね。で、えー、続きまして、絶対に許せない悪人ワースト3の2番目は、子供を食い物にするやつですよ。 子供を犠牲にするやつですよ。これは許せないです。本当に許さないですよね。もう、あの、いろんな裏情報を私ね、聞いてます。手にいっぱい入ってきます。見るとね、もう悲惨ですよ。あの、映像もね、見たことありますけどね、もう悲惨ですよ。子供、そんな風に。まあ、子供ちっちゃい位力がないですから、自由にね、あやつれるっていうかさ、 あの、自由に支配できるじゃないですか。だから、子供はね、本当にかわいそうです。本当にね。子供を食い物にする奴ら、もうこいつら、もう本当の悪人です。ね。で、また、ね、この人身売買組織を、こう、ぶっ潰すということでね、本当に戦っている人たちいるじゃないですか。英雄ですよ。要はね、悪がいるから英雄が出てくるんですよ。 悪がいないと英雄って出てきませんからね。えー、絶対に許せられない悪人。ワースト3の3番目は暴力ですよね。もう何でもかんでも暴力で解決しようとする奴らはやっぱり悪人だと思います。私は暴力は断固反対します。どんなに腹が立っても暴力は使っちゃいけないです。やっぱりね。うん。 あと、家庭内でもさ、自分の思う通りにならないっていうことで、暴力を振るう人いるじゃないですか。恋人に暴力を振るう人もいるじゃないですか。もう自分の思う通りにやってくんねえからっていうことで、暴力でなんとかやらせようってするっていうね。えー、まあ、家庭の中で子供に対して暴力振るやつもいますよね。そういうやつらは本当な国だと思います。 それは本当になんとかせにはいけんと思います。ここでね、怒りをバンバン立ちあ、もう燃え上がらしてね、みんな立ち上がるべきです。そういう悪人をね、野放しにしちゃいけないと私は思いますけどね、えー。でね、じゃあ私たちにできることって一体何なんだろうって考えてみていただきたいんですよ。私たち庶民にできることって一体何でしょうね。まずはね、理想の社会。 魅力のようをイメージすることですよ。あなたは理想の世の中ってどんな世の中だとイメージしてますまあイブス、イブスが考えるのは愛と感謝ですよ。いつも愛と感謝を私、皆さんにね、お伝えしてます。愛と感謝をで生きようよって呼びかけてますよね。えー、私ね、本当にこの愛と感謝っていうのをずーっと呼びかけていこう,いこうと思っております。 あの、私はの会社が作った時に、会社の企業理念として、あの、ミッションですよね。えー、会社のミッションっていうのをちょっと考えた時に、えー、どういうミッションなんかなーって考えたときね、こういうミッションを考えたんですよ。この地球を愛と感謝の溢れる星にするっていうのが、えー、私のミッションなんですよね、えー。そんな風に考えたんですけどね。 ですから、イメージしていただきたいんです。もう、至るところで、家庭でも、学校でも、職場でも、ね、地域で,でも、飲み屋行っても、食事し,して、ね、レストラン行っても、愛と感謝が溢れてる。そういう星にね、この地球をね、していきたいななんて思うんですよ。そういう社会って、なんか素敵じゃないですか。ね、最高の幸せの世界じゃないかななんて思うんですけどね。 まあそんな風に輝かしい明るい未来をまずイメージするんですそういう社会を作るんだっていうイメージするんですでそのために自分に何ができるかっていうことを考えてまずできることからね小さなことでいいと思うんですよ小さなところからこのやっていくっていうことじゃないでしょうかね、まあ、そういうことができるっていう人が本当の英雄じゃないかななんて思うんですよね あの以前私ね、あのー、世界を平和にするためにはどうすればいいのかって言ったとき、あのマザー・テレサがね、えー、そういう質問されたとき、世界を平和にするにはどうすればいいですかって言われ、そういう質問を受けたとき、マザー・テレサが言ったのは、家へ帰って家族を愛してくださいって言いましたよね。あれ、まさにその通りだと思うんですよ。 あの例えば人の心を変えたり考え方を変えたり価値観を変えたりするっていうことができたら世界は平和になると思いませんかあの宗教の違いで戦争してる人たちにもうそんな宗教やめてもう愛と感謝で生きていこうよっていうふうに呼びかけて本当に相手が変わったら平和になると思いません ああ、そうか、俺、変な宗教やってたな。いや、もうそ、そんな宗教やめて、愛と感謝に生きていくわ、って言ってね、そうやって考え方が変わったら、それも世界中の人たちの考え方が変わったら、あのー、ね、幸せな、本当に素敵な世の中になるんじゃないでしょうかね。世界は平和になると思うんですけども、でもね、先ほども何回か言ったと思うんですけど、正義を振りかざして、 それを強制するのはある意味暴力ですから、それはいけないことだと思いませんそれやっちゃいけないですよね。強制するのはダメですよ。で、何にも知らない子供たちに洗脳してもいけないと思いません洗脳するのは間違ってると思うんですよね。ですから、洗脳もしちゃいけないし、暴力で押し付けてもいけない、強制してもいけないと思うんですよ。 じゃあどうやって人の考えを変えればいいのか、価値観をどうやったら変えられるのかって考えた時に自分たちにできることは自分が幸せになることしかできないですよね。で、自分が幸せになって、 で、その幸せな姿を見せること、見本になることだと私は思うんですよね。そういう見本になるようなコミュニティをね、私作ってるんですけどね、えー、婚友を作る会っていうコミュニティ作ってるんですけどね、みんなでそういうね、見本になろうぜっていう。もうそういう見本になるっていう人々のこのコミュニティが21世紀のノアの箱舟だよって私呼びかけております。 ノアの箱舟ってね、大洪水で世界が、世界の人々がもう全部いなくなって、ね、文明が滅びて、それでもこのね、えー、神様がお前,お前だけはと助けちゃうからっていうことで、船を作,作りにさいって言われて言われた通り、船作って、えー、守られたのがノアですよね。あのノアの箱舟ですよ、今本当にそんなもう大変な嵐がもう吹き荒れてる時に、 私たちノアの運ぶに作ることだと思うんですよね。もう本当に愛と感謝で生きる人たち、そういう人たちがコミュニティをまず作って、幸せを本当に実践することだと思います。見本を見せること、モデルを作ることですよ。ロールモデルを作ることだと思いません例えばね、あの、ラブラブの結婚をしたカップルがいたら、ちょっと聞いてみたくなりません 教えてって、なんでそんなラブラブのカップル、家庭を作れたんですかって、私もそういう家庭作りたいですっていうふうになると思いませんですよね。あと、業績のいい会社、業績のいい会社ってみんなが注目してみんなが研究するじゃないですかえ。どうやったらそんな業績良くなるんですかっていうのをね。 そういうふうに、見本を見せるって、相手を変えることにすごくなるんじゃないかと思うんですよね。あの、斎藤ひとりさんなんか長者番付ね、何回も乗って、何回も1位取ってますよね。そういう人っていうのは、どうやったらそんなお金持ちになれるんですかってみんな聞きに行きますよね。そうやって、モデルになって、いや、じゃあ私も斎藤ひとりさんみたいな生き方していこうっていうふうに考えが変わるじゃないですか。 ね、ですからまずはモデルになることだとだ思います自分自身が、ね、私自身が幸せになっていく幸せのお金持ちになっていくことそしてその、ね、自分の考えてること自分の生きてきたことをいろんなところでおしゃべりして発信する情報を発信するっていうことこれが世界を平和にしていくことじゃないかななんて私は思うんですけどね。 あなたはどう思いますかいかがだったでしょうか最後にね、幸せなお金持ちになるための沖縄仮眠中おばばの教えをお届けして終わりたいと思います。おばばがこんなことを言っておりました。英雄とは自分にできることをする人のことだよ。当たり前のことを 当たり前にやる人だよでもね凡人はできることもしようとしない。やればできるのにやろうとしないで文句ばかり言っているのが凡人なんだよ。さらに凡人はできもしないことを望んでいつも不平不満ばっかり言ってる。あなたは。 英雄になりなさいよ。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、私のサブチャンネル、沖縄大好きチャンネルの方のね、えー、登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。